新年明けましておめでとうございます。セイボンマニパジセヨ、新年ハオ、ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。イエスキリストの愛を皆様にお伝えしております。明けましておめでとうございます。ぜひキリストと出会い、行きは初詣でも帰りはイエスキリストと出会って、新しい2024年を歩み始めていただきたいと思います。明けましておめでとうございます。近くでありがとう、ティッシュお配りしています。ありがとうございます。神の一人子イエスキリストの愛を皆様にお知らせいたします。 Jesus loves you。 そのいちごかスモも美味しそうですね。でも人は神の愛が必要。こんにちは、ありがとうございます。ティッシュお配りしてます。よかったら、あーもらった、ありがとうございます。イエス様あなたを愛してます。ジーザスラブスユー、イエス様があなたを愛してます。ジーザスラブスユー、ジーザスラブスユー、イエスキリストあなたを愛してます。初詣帰りの皆様、ぜひキリストの愛を皆さん考え始めてください。今日皆さんにこのグッドニュースを伝えている、それは単に私がここで空回りしているではないんです。もしね、神様の言葉に力がなかったらね、何の意味もないですよこれね。でも神の言葉に力があるんです。神の言葉人を生かす、神の言葉が人を神に導く。神は愛です。だからこの神の言葉に力があることを私は心から信じて語っております。こんにちは、明けましておめでとうございます。もうこんばんはですかね。行きは初詣、帰りはイエスキリストのもとに。皆さんいらしてください。イエスキリストはあなたを愛しておられます。イエス様はあなたを愛しています。2024年新しい年を迎えました。まあ、昨年は新型コロナの分類が5類に下がり、まあ、コロナがなくなったってある人は言いますけどね、コロナってなくならないんですよ。まあ、毎年あのインフルエンザのようにね、また形を変え復活してまたやってくる。まあ、やがていずれインフルエンザもコロナもね、完全に収束する時あるかもしれない。でも私たちにとっていろいろな問題が全部解決しなくても、神が共におられるなら皆さん大丈夫です。恐れるな、私はあなたと共にいる。大丈夫だよ、キリストがあなたと共にいるから。この世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい。私は世に勝っている。キリストは私たちと共におられ、一寸先は闇なのか光なのかわからないこの世界にあって、まあ、何が起こるかわからない世の中ですよね。政治家にとって昨年ね、自民党の国会議員の中に、まあ、ベテランの議員の方々が、安倍派の特に4閣僚がね、交代させられるようなそんなことが、まあ、まさかと。ダイハツ工業もね、長年不正をやってきた、もうこれぐらい平気だろう、バレやしないだろうと思ったのがね、一挙にバレてしまった、内部告発によって。皆さん、光が当たると、そうなんです、光が当たると不正が告発され、そして世に出てくる。まあ、この世の中ではね、不正が行われるとそれに対して罰がありますよね、ペナルティーがある。でも神様は私たちの罪や私たちのその不正に対して、イエス・キリストが代わりに罰を受けてくれたので、罰を受けてくれたので、もうタニアさんが寒いんで踊りたくなってるかもしれない、まあ、私たちはジーザスの愛を全身全霊を持ってお伝えしたいと思っております。まあ、いきなりですね、この場所に来て、まあ、いつも私はいろんなところで街頭演説、ストリートライブしておりますけれど、もう皆さんのね、その圧に圧倒されています。この明治神宮で
ご利益を求めている、ルンルンワクワクしながら来られている皆さん、まあ、そこでですね、横からイエス・キリストの愛、他の神様を伝えるというのはね、そう簡単ではない、メンタル的にね。でもね、ぜひ私はその初詣に行くぐらいならば、イエス・キリストというこの世ばかりではなくて、死んだ後にも救いを与え、永遠の命を与えてくれる、そのような神様がおられることをぜひ皆さんに知っていただきたい、そのように心から祈って願っています。イエス様があなたを愛しています。この嬉しいニュースを今年もこのお正月に原宿明治神宮前でお伝えしております。だいぶ寒くなって暗くなってまいりましたけれど、引き続きキリストの愛をあなたのハートにお届けいたします。私は伝道者の菅野直樹です。キリストの愛をお伝えしております。行きでも帰りでもいい、どうぞ今日皆さんに お配りしているティッシュを受け取って帰っていただけたら嬉しいです。お守りとかその羽とかね、みんな有料ですよね。でもこのティッシュは無料です。聖書も無料です。皆さん今日あなたにプレゼントしたい、ぜひよかったらこちらに来ていただいて受け取っていただけたら嬉しいです。皆さんを愛しています。明けましておめでとうございます。新しい年にキリストの愛をぜひ皆さんにお知らせしたい、今日その思いが私をこの場所に立たせ、街頭演説を通して神の愛、神はあなたを愛してますよ、神はあなたを愛してるんですよ、どんな愛か、あなたのために死んで、あなたのために死んであなたを救う、そのような愛だ、救われる必要ないと思っている人にキリストの愛は届かないかもしれない、でも私たちはみんな死ぬ存在だ、その一点を考えたって私たちは弱いですよね。いつまでも生きたい、俺は生きてるんだ、私は生きてるんだ、でもいつか死ぬ日が来る、つまり私たちは生かされてるんです。そのことに感謝するとともに、私たちを生かしてくれている神に頼り、この方との関係を持って、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。イエス様あなたを愛してます。まあ暗くなってきましたね、急にね。太陽が沈むと暗くなるように、皆さん私たち神から遠く離れて生きていると人生暗くなります。でも光を持ってきてくれたイエス・キリスト、真っ暗な部屋の中で電気スイッチ一つでね、明るくなるように、イエス・キリストを受け入れたら光が来る、そして永遠の命が与えられる。皆さん今日ティッシュを皆さんにお配りしていますが、よかったらそこの QR コードを読んでいただいてね、 YouTube のフォローをしていただけましたら嬉しいです。